潮で向くんだ手のひらに命刻んだしわの数食いぶち稼ぐ一心で海をあがめて生きてきたおぼろぼろぼろおんぼろ船に生き恥さらしてよ海へ出る。どうも皆様こんにちは。五十音な年賀飯黒ずきんが行くの黒ずきんでございます。本日2021年5月22日川口市営第3回一節の3日目に馳せ参じました。さあまずレースの前にご紹介させていただきます本日の場内グルメは森の屋さんです。森の屋さんにはですねいろんなメニューがあります。カツ丼700円、煮込み丼650円、中華丼600円、麻婆豆500円、そしてけんちん汁、カレーライス、メンチカレー、五目あんかけ、野菜炒めなどなどたくさんのメニューがございます。私が今回食させていただきましたのがイカフライ250円、そしておにぎり150円でございます。もちろんこのイカフライの他にもメンチカツですとかフランク、キュウリ、おでん、いろんなねメニューがあります。ちょチキンフライもありますので、チキンフライが150円、当たり餅というのもねありますので、さまざまなメニューを選ぶことができますので、皆様川口オートレースのお越しの際にはぜひ森の屋さんで。はい、じゃあ食べるか、げそぐらい。早速げそフライの方をねいただきたいと思います。はい、げそフライ好きだよね。私来るたんびにげそフライしか食べてない。うん、やば、うまっ。現在絶賛コロスケ中のためですね、ノンアルしかね売ってませんが、私ハイボールが大好きです。こちらノンアルのハイボール、これ300円ですね。でゲソフライとおにぎり、昼飯兼夜飯いただきます。はい、どうも皆様こんにちは。五十音の演歌飯黒ずきんが行くの黒ずきんでございます。はい、大声を出すなということでちゃんとねマイクもついておりますので、はい、しつこく私今日はですね不死鳥永井大輔選手、はい、こちらとですね、そしてもちろん諦めない男神谷田拓実選手の応援に参りました。まあ、応援といってもですね、今日はですねもう負けるわけにはいかない、もうすごい負けてますからね。今日はとぼけんなよ大輔、本当に本当大輔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 、いっぱいオートレーサーに大輔っているけどさ、ま、そうですよね、真中大輔、石井大輔、そうですよ、金子大輔、重富大輔、いっぱいいますよね。そうですよ、ナンバーワン大輔ですよ。大輔ナンバーワンなんだから頑張れよ大輔。大輔大輔、今日とぼけんだよ、今日とぼけんだよ大輔、今日はとぼけんだよ本当に。お前いくら使ってると思ってんだよ大輔。大輔の遠征費用だけでも相当使ってるぞ私。あれなんかこれ、え、大輔の地層が一番時計じゃないよこれ。あれなんだこれ、やばくないこれ。大輔から売れてるのと黒岩選手からってことなの。あれ天海選手がいるって気になるよな。うわー、これは大輔頭無理なんじゃないかな。回目8-2-3-4-5-6、こちらの2連複と8-2-3-4-5-6、こちらの2連単、
これだけ買えばね当たるでしょうということでね、もうこちらを買うことにいたしました。諸事情によりましてですね、はい、ランプが消えます。スタートまでは3秒を切りました。第9レースのスタートです。大輔いけ、大輔大輔大輔いけ、大輔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 、まくれ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 、外からざっくりまくりゃいいんだよ、外からざっくりまくればいいんだよ、簡単だよ。大輔いけいけ、大輔いけいけいけ、大輔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 行けよ大輔、何やってトロトロ走ってんじゃねえよ大輔、いけ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 、行ってくれ大輔、行け行け大輔、おい全然いけてないっていう。あちょっと待って、これ23456の8っていうことはどっちにしたって、え、ま、ちょっと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 ちょ、これ大輔2ちゃんまで入んなかったらこれまた外れるってことでしょ、これ。うわーこれ厳しいんじゃないかな、これ行くの。うわー結構厳しいわー。でも黒岩選手は変えたよね。いやでも2がないって、2が2がないよ、あるけど、あーちょっと待って、2が1着ってことじゃなかったんだ、これ23456で、あーふざけんなよ、ほんとよ、なんだこれもう、あーおい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 、大輔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 、いろんな大輔いるけども、永井大輔がナンバーワンじゃなかったら困るんだって。大輔行けよ、頼むから頼むから頼むから、黒岩抜かしてくれよ、黒岩抜かしてくれたら私当たるんだって。大輔大輔頼むから頼むから言ってくれ、頼むから言ってくれ、大輔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 。さあ何回言ったんだと思ったら終わっちゃった、負けたわ。ああはい、負けたということですね。また川口の養分になっちゃったよ、もうほんとよ。いやもう次だよ、次次、大輔頑張った、大輔大輔、あーいや次次、もうしょうがない、もうなんかねギャンブルで負けた金をね、あのね考えるのはね、赤子死んだ赤子の年を数えるようなもんですよ。というわけで次次、神肌がいるからね、神肌が。いやーもうちょっと、もうまた養分だよ、ほんとよ。なんかもう大輔って聞くと全部長いに聞こえるって、もう大輔依存症だよね、ほんとね。真中大輔、重富大輔、石井大輔、長井大輔、さあ大輔は何人いるでしょうかということで、助がつくのは新助もいますからね、浦田新助、黒川京介ということで、さあ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 、神肌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 、行けよ神肌、五十嵐も結構な油断してると来るからな。さあ思想が始まりますよ、もう次こそ、あなんかちょっと五十嵐が気になる、五十嵐が気になる。でも五十嵐8号車だもんね、神谷だって6号車の時って結構良かったんじゃなかったっけか。さあ神谷だ神谷だ、どうなんだどうなんだ、外走ってんの神谷だ、外走ってんだ。はい、ね、やってきました、おしんちゃん、今日はどうなるんですか。あの街この街来たから南へさすらいナイターとかだとね、どこだな、おしんちゃん、おしんちゃんのずっと拳だよ、あよいしょ。なんか神話でうさげな感じがするけど、どう、いや勝ちたいなこれな、ほんとな、ほんとに。